富津博人富と博人ずから1935年1月20日は日本の法学者、政治家、法学博士、科学国出身、富津義の長男、帝国大学法科大学卒業後ヨーロッパに留学、帰国後1894年に帝国大学法科大学教授に就任、ローマ法、民法学が専攻1904年、 日露戦争開戦時には、富井正明らと7博士意見書を提出し、ロシア帝国へ武力侵攻しバイカルコイ島の東シベリア占領を強行に主張。このことからバイカル博士とあだなされることになる。日露戦争末期の1905年に賠償金30億円とカラフト、宴会州カムチャッカ半島割譲を講和条件とするように主張。 このため文部省は富津を休職処分とするが、富津は区内省に、家内延べ、寺を通ると連名で、ポーツマス講和会議の拒否を上層文として提出したため、山川健次郎総長の解任まで発展する。帝国大学の教授の講義により富津は1906年1月に復職するものの、富津の一連の行動は、当時の国力を無視した先導的なものであり、 当時の富津の発言や行動について、立花隆氏は、古代妄想、無双化と批判している。1908年に、第10回衆議院議員総選挙で、母親クラブから立候補し当選。翌年、母親クラブを脱し、井上敏夫、米田城と共に、立憲声優会に入党し、12月には、定大教授を退いた。その後は、 衆議院議員を通算後期務めながら弁護士を開業し、日本大学、早稲田大学、中央大学、泉州大学などで教弁を取った。1914年、第一次世界大戦が勃発すると、折からの後継機に乗って、数多くの企業発起に関わる。その際に、無価値に等しい株式を売りまくって、会社間と呼ばれた松島はじめや、郵便局長の立場を利用して、 多額の収入因子を横領して、結果として損害をもたらした、辻田正一と結託。このため対立する、県政会やマスコミから追及を受け、対象バブル期における、証券詐欺や闘機で悪名を残した。1935年1月10日夜、外出中に脳一血で倒れ、その10日後に死亡した。異界勲章等、ありがとうございます。